皆さんこんにちは。今日は女子プロレスを熱く盛り上げた悪役レスラーの現在を調査してみました。かなり昔に引退した人も調べてみました。何人の消息がつかめるでしょうか。漆原幸恵。引退した阿蘇忍に代わって池下由美のパートナーに抜擢されたのが漆原幸恵でした。2代目ブラックペアとして活動しました。漆原選手はその後ルーシー香山とリングネームを変え、富井青山とベビーフェイスのタッグチームクイーンエンジェルスを結成し人気を博しますが、ドクターストップがかかり81年に引退しました。漆原はインタビューで、プロレスに加えて歌手活動もあり、疲労で体はヘトヘト、背骨でちゃんとくっついてるのは3箇所だけで残りは全部ずれちゃってと語りました。漆原の最新のニュースは2013年6月のあの人は今こうしているという日刊現代の記事でした。記事によると大田区にある介護サービスセンターで施設長をしているというものでした。その後メディアに登場することはなく、今も同じ仕事をしているのかは不明です。年齢は62歳になります。デビル雅美。デビル雅美は女子プロレス界で30年間活躍したレスラーで、2008年の引退まで女子プロレスの全盛期から一度も引退することなく活動していた唯一のレスラーで、活動歴は最長でした。デビル雅美は2007年9月30日に自身の30周年記念興行をもって現役引退することを宣言し、2008年12月30日長与千草プロデュースの後楽園興行にて引退。そのレスラー人生に幕を閉じました。引退後故郷に戻ってスーパーで働いていた時、漬物どころぬか蔵の経営者から、丈夫で力持ちで料理が好きな人を探していると同店の店長にスカウトされました。デビル雅美は2022年60歳になりました。マスコミの取材も受け、第二の人生も順調だと思われていましたが、働いていたお店は2022年6月に閉店してしまいました。コロナの影響なのでしょうか。ちょっと心配です。ダンプ松本。ダンプ松本は1980年代に全日本女子プロレスで活躍し、極悪同盟を率いたレスラーです。同時期に人気絶頂だったクラッシュギャルズとの抗争は社会現象になるほど注目を浴びました。長与千草がクラッシュギャルズで人気に火がつき、対抗する強力な悪役チームが必要になり、白羽の矢が立ったのがダンプ松本とクレーンユーでした。ダンプはこれが最後のチャンスだと一念発起し、日本中のファンから嫌われる最高のヒールになると心に誓いました。優しい性格を封印し、悪役に徹するために徹底的に嫌われ、恐れられるような行動や言動を心がけました。その結果、ダンプ松本と極悪同盟は大評判となり、プロレスファン以外の一般の人々も知る存在となりました。長与千草と戦った紙切りマッチは、今も伝説として語られています。ダンプ松本は27歳で引退しました。体力的にも全く問題ありませんでしたが、会社の方針と自分の思いにズレが生じ、クラッシュギャルズとの抗争を繰り広げる相手が急にいなくなれば会社が困るだろうと反旗を翻しました。その後芸能界に進み、プロレスとは縁を切ったと思われていましたが、2022年、ダンプ松本は現在62歳になった今も現役でリングに上がりプロレスをしています。2003年、低迷していた全日本女子プロレスからマネージャーとして手伝ってくれと言われ、協力することを承諾すると、巡業のチラシになぜか選手として自分の名前が勝手にすられ、話が違うと言いましたが、もともとプロレスが大好きだったのでそのまま現役に復帰し、今もリングで暴れています。彼女の生き様をネットフリックスが極悪女王というドラマにすることを発表。ダンプ松本役をユリアン・レトリーバー、ライバルのクラッシュギャルズのライオネス・アスカを剛力彩芽、長与千草を唐田エリカが演じることが発表され、ファンに注目されています。クレーンユー。クレーンユーはマスクドユーとして所属していたデビル軍団を脱退し、ダンプ松本と極悪同盟を結成したレスラーです。ダンプ松本とのコンビで隆盛を極めましたが、その期間は1年ほどでした。クレーンユーは悪役に徹しきれない優しい性格でした。ファンを大切に思っていたので、リングを降りればファンにも手を振ってしまう、そんな選手でした。極悪のイメージを崩したくないダンプ松本にとって、
クレーンユーの行動は悩みの種となっていたのでした。ダンプと会社はクレーンを切ることを決め、クレーンはレフェリーに。その後、獄門島でマスクをかぶり、ダイナマイトジャックとしてリングへ復帰しますが、1989年4月に引退しました。その後はレフェリー、セコンド、OG として女子プロレスに関わっていました。クレーンユーは今年誕生日を迎えると60歳になります。クレーンユーは未だ現役です。9月25日には還暦記念大会が開かれました。ブル中野、ブル中野は極悪同盟のメンバーとして活躍し、ダンプ引退後は獄門島を結成し、あまりの強さから女帝と呼ばれたレスラーです。単なる悪役レスラーという枠に収まらず、数々の伝説を残し、日本のみならずアメリカでも高い評価を受けました。中野は現在54歳になり、結婚し、酒好きでしたが、アルコール性肝硬変になったため酒をやめ、仕事とゴルフに専念し、健康的な生活を送っています。2021年4月に YouTube チャンネルブルチャンネルを開設し、プロレス界の人脈を生かして過去の名選手や現役選手へのインタビュー動画などを配信しています。その他にもブログ、インスタグラム、ツイッターなどでも情報を発信しているので、彼女の素顔を見ることができます。コンドル斉藤、コンドル斉藤は極悪同盟のメンバーとして活躍したレスラーで、イラストが得意でメイク担当としてダンプ松本の顔にペイントをしていました。1988年に引退しました。現在は中野にある野球居酒屋中野塾の女将として働きながら、イラストデザイン会社を立ち上げ、仕事を請け負っています。そんなコンドル斉藤は2022年、55歳になりました。岩本久美子、岩本久美子は極悪同盟ヒールマスク集団ザ・ダイナマイトや獄門島で活躍したレスラーです。バイソン木村と共にジ・アウトサイダースを結成し、リングネームをグリズリー岩本と改めました。そして1990年に引退。引退後は風俗の道へ進み、グリズリー岩本と明かした上で SM クラブやテリップ、ソープなどに在籍しながら、キャットファイトのビデオに出演したりもしました。彼女のその後を調査しましたが、情報はありませんでした。彼女の年齢は54歳です。石黒靖子、石黒靖子は北斗晶の同期で、極悪同盟所属でありながら実力派であり、北斗晶含む同期との出世争いの先頭にいた選手です。惜しまれながらも1987年12月に引退しました。2010年10月の北斗晶のブログに、情報もトムとの文中に石黒の名前が掲載されており、現在消息不明と記されていましたが、2016年5月今は本当に綺麗で素敵なお母さんですと北斗に紹介され、再会を果たしたことが報告されました。坂本明美、坂本明美はかつて極悪同盟に所属していた選手で、デビューした年に行われた新人王トーナメントの決勝で同期の北斗晶に勝ち、新人王に輝いた選手です。しかし翌月左膝を負傷し、以降の試合を欠場し、復帰はせずにそのまま廃業しました。坂本明美は2022年56歳になりました。現在大阪で介護福祉関係の講師をしています。介護の人材育成に励み、忙しい毎日を送っているようで、同期の北斗晶と再会を果たしています。ドリル仲間、ドリル仲間は極悪同盟の一員として活動した後、ヒールマスク集団ザ・ダイナマイトを結成し、ダイナマイトクイーンに変身したレスラーです。1989年に引退しました。現在は岡山県のゴルフ場でキャディーをしています。ダンプ松本とは今も仲良しで、仲間から送られてくるプレゼントをダンプはブログで紹介することがよくあります。ドリル仲間は2022年誕生日を迎えると54歳になります。影薫、影薫は元女子プロレスラーの吉羽玲子を母に、全日本女子プロレス創業者松永隆を叔父に持つレスラーです。伝説の試合、ダンプ松本対長与千草の紙切りマッチで、ダンプの影武者としてデビューし、その後マスクをかぶりダイナマイトキングを名乗りました。1988年12月に引退すると、日本初の女性リングアナウンサーとなり、その後
ブルナカノやアジャコング、井上貴子のマネージャーを務めています。2007年から飲食店カオちゃんちで飯食いていも経営しています。年齢は59歳です。バイソン木村、バイソン木村は極悪同盟極門島で活躍しました。アジャコングとタッグを組み、ブルナカノ井上京子組と紙切りマッチを行い、敗北して坊主になったことで話題になりました。1997年に引退、その後結婚し、現在は主婦をしていると言われていますが、最近メディアに登場していませんので近況は不明です。現在55歳です。井上京子、井上京子は当初ベビーフェイスでしたがヒールに転向し、ブルナカノの極門島に加入したレスラーです。抜群のプロレスセンス、スタミナとスピード、パワーとテクニックと全てを兼ね備え、女性からも男性からも支持されたレスラーです。現在井上京子は53歳、現役のプロレスラーです。ワールド女子プロレスリアナの代表も務めています。そんな井上ですが、2022年9月に選手生命の危機というタイトルのニュースが出回りました。井上が自身のツイッターにトレードマークのフェイスペイントの縁取りを書くためのポスカが廃盤になったため入手困難になり、全国の在庫を探しているという内容を投稿したため、それがニュースになったのでした。このニュースにファンが反応し、全国から続々とポスカが井上の元に送られてきました。もう引退までは心配なしと投稿し、危機を脱したのでした。アジャコング、アジャコングは絶大な知名度と人気を誇る悪役レスラーで、その見た目と個性的なリングネームはプロレスをあまり知らない人でも一度は耳にしたことがあるはずです。長らくブルナカノの付き人を務め、その後は敵対して血で血を洗う抗争を2年近く続け、その中で行われた1990年11月のブルナカノとの金網デスマッチは、女子プロレス界歴代ベストバウトと呼ばれるほど名高い一戦です。ブルナカノは高さ4メートルのリングコーナーから飛び降りてギロチンドロップを決め、アジャコングもその攻撃を受けてみせました。アジャは死を覚悟したと後のインタビューで語っています。アジャコングは現在51歳になりましたが、プロレス団体オズアカデミーで現役レスラーとして活躍しています。生涯現役ジャイアントババを目指し日々頑張っています。はい、ということでございまして、悪役女子プロレスラーの現在についてでした。今日登場したレスラーの思い出やこんなことを知ってるよという情報をお持ちの方は、ガンガンコメント欄に書き込んでくださいね。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。